こんにちは。あ、どうですか？音量と音声どうですか？あ、聞こえる？こんにちは。たぬき2号さん、無音。無音？無音？たぬき3号さん、こんにちは。音聞こえない？たぬき4号さん、大丈夫です。たぬき2号さん、聞こえる。聞こえる？はい。たぬき3号さん、ピアス。あ、本当だ、声変わってる。てか元々これだったね、俺のはパソコン。え？じゃあ男のでしょ？それは。どうなべ、そうなんですよ。もう捨てるか持ってくるか迷って、なんかそれどっかの大使館で買ったんですよ。海外のやつなんですよ。ベルトやるじゃんこれ。あ？いや、これで美味しい。おー、お願いします。お前のズボンどこだ。ここか。早いみんな、今起きた。それやめなよじゃなくて、それ古いやつなんだって。俺も気になって向こうにバンバンやってるんだって。あー、ピアス入れたよ。歯磨いていい？たぬき5号さん、出かけたらジーンズ。いや、出かけないよ。メアリーさん、おはようございます。サムネ変えました。ありがとう。たぬき4号さん、許可がある。はや、猫も。はや。はピアスいいですね。
ペット届いたよ。ちゃうちゃう。常温保存でいいからじゃないの？だからニンニクらしいんだよ。配信会で一番綺麗なんだから。82キロはねえだろ。82キロって相当デブだぜ。
ありがとう。チンアナゴありがとう。うわー、イルカありがとう。ミースケありがとう。ありがとうね、ミースケ。イルカナイスー。イルカナイス
ら誰だかわからないから何とも言いようがないよ。わかんねえだろ、謝ったって顔隠して名前謝るようなバカ野郎だろ。顔見て謝ることもできない。アカウント作ったよ。嘘。アカウントって何？名前みたいな。これそっちお母さんやっといてもらって。ありがとう。バラしていいのこれ？バラしていいよ。バラしていいよ。ここでバラす。ハサミ。名前やつがいい。たぬき16号さんこの音楽好きだけど、和田さんの枠には合ってない。たぬき6号さん大靴と馬場も調子こきだしたな。はよ仕事行ける。私も芸名つける。何がいいかな。今度から皆さん私のことを本名で呼ばないで。メンバーカラーで変わるといいよ。あと、ママは緑を担当した方がいい。あと、これさ、電気つけるとさ、これだよ、これ外から丸見えてる。そう、これでしょ。私は嫌だ。こんないい家、こんないい家、なんかさ、人様にさ、見せたくないの、みたいなくて。これだよ、これ。家族18号さん、なんだかんだ余裕あんたわら。なんでこう、これにこうなるんだ。いや、ほんと放送おかしいよ。こんなバカなんだと思わない。だってそれさ、これが縦幅になるこんな短いわけ。寝れるかならない。違う、これ違う、これが半分なのか。ああ、じゃあ合ってるわ。そんな不良品送ってこないでしょ。Thank you.
それ何番？これ2番。狭いのが合ってるよね。これが逆なんだよ。何これ合ってるよね。浅い方が上だよね。合ってるよね。これね。違う。何これは。ほう。違う。なんでだって狭い方が上って書いてある。深くなっちゃっていいの？そんなことある？こっち側に今ネジの穴があるでしょ？ああ、そうかそうかそうか。で、それは、あ、そうだ。そうだ。53と51。53で。
魚ちゃんさん隠れ熊の実をプレゼントしました。ありがとう、匿名さん、ありがとう。秘密の魚ちゃんさん隠れ熊の実をプレゼントしました。ありがとうね、匿名さん、ありがとう。期間限定アイテムと花火を、魚ちゃんさん隠れ熊の実をプレゼントしました。ありがとうね。秘密の魚ちゃんさん隠れ熊の実をプレゼントしました。秘密の魚ちゃんさん隠れ熊の実をプレゼントしました。やってんだよ、もうガチャガチャうるせえ。本当に邪魔。
この姿を見てどこが食って寝てるんじゃボケが。ベッド組み立ててんじゃボケ。え、なにメアリー、なにありがとうね。皆さんありがとう。メアリー何、なにパチパチ言わないんかいって何、なにかずき25号さん、手際悪いし、部屋狭いな。うち月7番で20畳の部屋だからめっちゃ狭く見えるこの部屋。ありがとう、ハロリー。サンキュそういう言い方はよした方がいい。メアリーさん
さん、ワドさん、ネコマちゃん、また来ます、またね、バイバイ。アイコさん、ペチャパイワラ、好きな男一人も落とせないババアが何言ってんだよ、タンゾが。男落としてから来いよ、カースが。ほら黙っちまったよ、図星だからな、男一人落とせないからな。さん本当口悪いな、だったら消えろ。35さん落とされた角道、フェアリーさん、ネコマちゃん、ナイス。たぬき31号さん、お前らの性格でスローライフなんて絶対に無理。たぬき28号さん、頭の悪いわけのわからんこと書いてんじゃねえよ老人。これで本組しやすいの、ほぼ間違いない、ほぼ間違いないと思う。じゃあこれ作ったの、たぬき32号さん、機嫌悪いの、ネコマチやん。機嫌悪い。たぬき26号さん、アイコは報復するべきだな。いやなんかじゃあ機嫌悪いっていうか集中してるから、ガチャガチャなんかね、関係ないこと言われるとね、うるせえってな。たぬき33号さん何作ってるの、たぬき34号さん、たぬき放送をやめたらアンチ込めなくなるのに。僕がやってるわけじゃないから。たぬき26号さん、もっとリスナーファーストの放送をするべきでは。たぬき28号さん、お前もたぬきだろボケ。新しいアイテムのがいいの、もううるさいな。え、新しいアイ、わかんない、新しい、いやもうありがとう、もうめっちゃ嬉しいよメアリーちゃん。メアリーちゃんが癒しだわ。たぬき35 3H の時にビシビシ言いそうなベッドだな、どうなん、言うんちゃう。たぬき13号さん、最近ネコマ好きです、たぬきでごめんね、ちーちゃん、たぬき自分でベッド作ってるの、すごいね。さっき思いっきり口悪かったけど、二人でベッド作ってるよ。でも六角もう一個欲しいな、六角なんかもう一個あったはずだな、どっかにあるよ。フェアリーさん、いいね、オロッコプレゼントしました。フェアリーありがとう。たぬき35号さん、 BGM なんて曲、 BGM 野良猫は宇宙に向かう。フェアリーさん、後でコーラ飲んでね。その六角どこ行ったんだろう。たぬき32号さんが助けたの、大変そう。めっちゃ大変。たぬき36号さん、先日あっちの世界
リーに隠せろ。タヌキ37号さん、お前もタヌキだろボケ。タヌキ38号さん、ミッキー見てて。今状況見ててもない。平和すぎるでしょ、クラウドも。フェアリーサンケーティーを20個プレゼントしました。フェアリーありがとう、サンキュー。タヌキ32号さん、ビンディーみたい。だから状況見ろよ。タヌキ39号さん、ビンディー開けたのか。メアリーさん、コーラ飲んでね。タヌキ40号さん、デコについてる鼻くそ見せて。前ブロックだ。タヌキ30号さん、ミンディーウエスにないか。ネットにある人たちが逆に下に入れすぎてんの。タヌキ38号さん、ワロタワラワラワラ。眉の少し上あたりだよね。たぬき37号さん、頭が悪いのか赤いボンクラ。たぬき32号さん、 KT を2で何回もコーラ飲めとか大変だな。たぬき39号さん、ビンディーラディンバド。言うとまたなんか言われるから、だからなんかいきなりタヌキにし始めたの。タヌキ41号さんはどつ。ちょっと待って、こんなお笑い箱だぜ。タヌキ30号さん、ピアス痛かった。タヌキ38号さん、愛子ちゃんの悪口うるせえよ。タヌキ37号さん、地方老人はどうしようもねえわ。タヌキ32号さん、愛子さんと仲悪いの。メアリーさん、風船を10個プレゼントしました。ありがとう、メアリー。いや、愛子が喧嘩かけてくるから。僕はどうでもいいんですよ、愛子。ありがとう。たぬき32号さん、今のは愛子じゃないの、猫まだよ、くしゃみ。くしゃみしてないの。
スドライバーは別途ご用意ください。クラスドライバー必要ないか。
30号さんピアス埋め込むの値段高かったんじゃね。たぬき32号さんアイコです。ペチャパイ。これは結構やばいわら。こんにちは。
モックです。
人のせいにすんなよ、関係ねえだろうがよ。換気しなきゃいいじゃん。なんか俺の枠だから関係ねえだろ、そんなもん。そうだね、何にとばっちり俺にすんだよ。俺が言ったわけじゃねえじゃねえかよ。あ、ダメだ、ここ壁が弱い。ああ。ああ、そう、猫まん。たぬき57号さん、喧嘩すんなまた。喧嘩打ってきたの猫まんだから、今。だから俺の枠のせいにすんなよ。たぬき58号さん、豚まだブヒブヒ言ってるだけ、わらわらわら。上がんない、上がんない。ちょっと待って、はい、合わせたら合わせて、たぬき53号さん、お母さんの前でやめたげて。合わせた、ここでいいの、斜めだけどいいのね。たぬき32号さん、猫間のせいにしてる。こっちだ、なになになに、そっち急に動かさないでよ。たぬき58号さん、豚ま役立たずなんだからおとなしくしとけよ。たぬき45号さんは、土産の単体配信またやってください。たぬき59号さん、たぬきをやめろや。58号さん、豚マイラネ、出ていけ。全員ブロック、いいよ。いいよ、関係ない。ごめんね、みんな整理した。プリンセスガーデンのマットレスだ。お疲れ。あれは届いたの？たぬき29号さん、支援したいんですが、直振りできますか？直振りとか、ああ、それ言う人を直振りした試しないからいい。それ言う人で直振りされた試しがないから、ブロックですね。めんどくさいですね。僕はあの嘘つく人嫌いなんで、ブロックですね。
かにやりたいだけなんで、僕らは。そんな痛くなかったな。最初だけだったね。最初だけだね。
開けた開けた、ちょっと今洗わないと。開けたよ。インディー開けたよ。あ、猫マス。え、あ、マス。これ埋め込んでる。埋め込んだね。たぬき20号さん機体にもくろつけたかったのか。ピアスピアス、ビンディ、
ノーメイクはひどすぎるな。私ならあの顔なら自害するわ。自害しな。たぬき65号さんはどっち、今月も最終日だね。今月結構稼いだでしょ。10万ぐらいだね。全然稼いでないよ。生活できないよ。誰も投げてくんないよ。全然もらってない。投げて。私はできない。痛くはない。痛みは全然ないね。痛みはないよ。これはね、消毒薬なんだけど生理食塩水だね。簡単に言うと全然痛くなかった。全然痛くなかったよ。最初のニードル刺すところはちょっと痛いぐらい、針刺すぐらい、注射ぐらいの痛さ。でも上手い人だったから、もうベテランの人だから全然かな。全然だね。結構高い。ただそのキャンペーンで 20% オフの時に紹介してくれたから普段より安かったけど。風船ありがとう。しばらく放置。
今のは消毒だね。書いた、昨日書いて、あっと思って痒くて書いちゃうんだよね、無意識に。そう、それで危ねえ危ねえって何回かなったね。ブラックオパールにしたんだ、人工のブラックオパール、キラキラ光るんだよね。やっぱベッドあると。そうだね。たぬき73号さん、バリバリ働いていた人が50代からスローライフならわかるけど、頑張ってない人がスローライフって何がいけないの？え、なんで俺が頑張ってないっていう風に決めつけるの？俺多分あなたよりも全然働いてきたよ。変わらず来るわ。
え、めんどくさいんだけど73号何なの。うざいから他行ってくんね。74号ブロックです。75号ブロックです。何なんだろうね、人の生き方に干渉しすぎじゃない。ちょっとほっときゃいいのに。でもすごいね、晴れとかもほとんどないもんね。うまいこの人。あとは何年これが持つかだな。埋め込んであるんだけど、皮膚にこう皮膚の運動で外に出そう外に出そうってしちゃうんだって。だから大事に使わないと外れちゃうって。何年持つかな。長持ちするといいな。綺麗だよ。もうね、なんだろう、透明のブラックオパール。入れてきましたよ。なかったね、もっと痛いと思った。ヒュールルンルルヒュールルンルル。タトゥーじゃなくてね、ピアスにした。たぬき77号さん、ネコマちゃんは、ネコマはもう映りたくないって。もう足込め多いから。俺はカラコン入れてないよ、コンタクト苦手だから。目茶色いんだよね、俺。たぬき30号さん、幽遊白書のキャラに似てるな。ピアス入れると、なんだっけな、キャラ名強いやつ。誰だろう。たぬき77号さん、メンタルやられたのか。潜水かな。誰だろう。潜水かな、おでこにほくろあるやつ。忍ぶです。たぬき79号さん、ナマステ。ナマステ。たぬき30号さん、それだ。黄金陶器でしょ。あ、多重人格のね。潜水かっこいいよね。潜水忍ぶ。
猫にニードルっつって針でブチュブチュって穴開けてそこに埋め込んでる。穴開けたよ。でメスで切ってピッて、でブチュブチュブチュってギュ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 って押し込む。結構痛かった。サラちゃんさん昨日夜やったの？昨日の昼。タヌキ38号さん取り外しはできるの？取り外しはできないよ。第三の目を意識してるの？子猫サラちゃんさんでもワドちゃん違和感ないね。合ってるよ。タヌキ82号さんペテンのクソニートが、タヌキ83号さんイボみたいだな。GPS は内蔵してねえわ。GPS 内蔵してたらいいな。どこにいるかすぐ分かる。今ここ。違和感ない。似合ってる。ありがとう。ありがとう。サンキュー。似合ってる。たぬき84号さん、あなたの番ですの犯人の考察をお願いします。72キロだから結構太ってるかな。俺もね、痩せたいんだよね。ちょっと太りすぎだから72キロだね。タヌキ85号さんなんでね、コマちゃん機嫌悪いの？いや、なんかアンチコメントになんか怒って、なんかだから嫌なんだよ和道の枠は。それで俺が怒った。急に怒鳴るな。痛くないって。もうタ
も最近のリスナー優しくない人多いよ。BGM のボリュームこれくらいでいい？大丈夫？大丈夫？ちょうどいい BGM。声も BGM もちょうどいい。もう少し音量上げられるけど大丈夫。別に俺も同意見だからクソみたいなリスナーがいる。ただそれをさ、なんかだから和道の枠はだから嫌なんだよみたいな、そうじゃなくて配信会全体におけることじゃん。別にたまたま俺の枠でさ、あのなんつうのやってる時にだから和道の枠嫌なんだよ、それは違うじゃん。それはムカつくよね、ちょっとね。俺のせいにしないでほしいっていうか、別に俺それ心よく思って、なんかそこに同意したわけじゃないから、いきなりなんか八つ当たりみたいなのはやめてほしいよな。それは違うでしょ、いくらなんでも。はもうダメな時だね。埋め込んだ。埋め込んだ。そういうピアスなの。デコに埋め込んでる。皮膚の下に埋め込んでる。痛いよ。なんかチクッと。ただうまかったね。施術ベテランの人だったから。すげえうまかった。なんか針で刺すぐらい、注射ぐらいの痛みだね。似合ってる。どう埋め込んだよ。ありがとう、ノイさん。ありがとう。ビンディよかった、似合ってるって言ってもらえて嬉しい。耳の方が痛かったかな。似合ってるよ、よかった。ちょっと待ってね、ピント合うかな。いや、キャッチは鉄ステンレス。ピント合ってる。
ちょっとかさぶたになってるね。あのね、ブラックオパールかな、人工のブラックオパール。鼻はやんない。捨て頃前に。5分ぐらいで13,000円かな、これは。20% オフで13,000円だった。あのなんだ、あの消毒液とか買ってね。消毒液とか全部含めて13,000円。俺もね、3万ぐらいかかると思ってた。じゃ意外と安かったね。髪染めてるよ。髪ブルーだよ。早い。もう取れないね。ノイさん、青壁これ。ちょっと痛かったね。ちょっと痛かった。おー、アンバスさんいらっしゃい。産んだら、あのホットソークって言って塩水で洗う感じだね。今痛み全くない、全くない。麻酔ないよ、麻酔なしなし。皮膚薄いね、だからあんまり取れやすいんだよね、ここは。ないね、今はない。自分じゃない、自分じゃない、お店。ほくろかと思う。引いてみたらほくろだね。おでこ。触ったら、そう、なんかね、寝てる時に無意識で触っちゃう感じかな。あれはシール。麻酔なし。タトゥー入れようと思ってたんだけど、ピアスにしたね。タトゥー入れようと思ってた最初は。怖かったよ、怖かった。いや全然、針でチクって刺すぐらい。あとナイフでサクって切る感じがちょっと怖かったね。こめかみはないかな。怖かったね。でもうまかった、全然痛くなかった。そうだね、この上にタトゥー入れてもいいね。まともな仕事っていうか、仕事する気ないよ俺全然。ありがとう。これにさ、あれ合わせたいんだよね、あの牙。これで13,000円だね。おでこにタトゥー入れる、これプラス。合うね。人間やめるんだよ。俺は人間をやめるぞっつって。似合う。
何になろうとしてんだろうね。悪魔。ハロウィンっていうか、普段からそうしたい。で、服もできたかんだよ。俺のオリジナルの服できたよ、ほら。オリジナルの衣装できた。今、スケさんが被ってるけど。俺の衣装。着てみるか。え？あやもないよ。衣装見たい。衣装ね、今スケさんが着てるから外すの時間かかるよ。クンダリンに覚醒に成功したからだね。あとで洗う。あとで洗う。着てみる。世界で1個しかないか。知らない、猫マに聞いて。アンバタ、サンマトリックスみたいだ。かっこいいでしょ。タコさん、暑いだろ。 W 暑くはないかな。タヌキ49号さん、重そうだけど、どうでもないの。重くない、これが俺の服。あ、これ発売してるよ。いいでしょ。これが俺の服。マイ服。これうちブランドから出すんで、あのもう買えますよ。欲しい人は連絡ください。これかっこいいでしょ。片腕ないよ。まあ、片腕ありのバージョンも売れるけど、だって俺の肩に合わせたんだ。いいでしょ。値段はあのなんだ、オーダー制だから DM とか LINE で対応だね。値段は似合ってる、ありがとう。で、あと首のコルセット。どっちが上だっけ。
間の入り方いいね。たぬき49号さんフードが大きいのがいいね。たぬき97号さんすげー。たぬき89号さん沢だから高そう。たぬき16号さんそれはいらない。これいるよ。アート活動するときとか全部やっていく。これで完成だね。東京グール俺読んでないよ。これシルバーは掘らないね。古典とかはこれで出るね。メトリーになってるんだよね。で見るとわかる。これがかっこいいんだよね。横斜めに入ってるんだよ。ロープ。いやこれあれだよ。秋はもうずっとこの服で歩くよ。世界で一個の俺の服だ。世界で貼る。ジーンズは脱がない。いいでしょ、似合うでしょ。いや超嬉しいな。これはローブだね。ローブ。たぬき89号さん下は黒パンツの方が良いよ。黒パンツの方がいいか。だから606履くわ。これ着るときは。確かに。606にしようか。だんだん、もう自分の理想とする感じができてきた。
キニ、なんかダボっとしたパンツも合うかなと思ったけど、俺がジーパン好きだからリーバイス。まあそれでもいいかもしれないね。普段着、普段着、アート活動をやるための戦闘服だね。だから普段イコール普段着だね。俺の服、世界で一個の俺による俺のためだけの服だね。いいでしょ。しかもここ水牛なんだよ。これ止まってんの水牛で止まってんの、ほらボタンが水牛なの、かっこよくない？やばいでしょ。こうやってもかっこいいの。開けといて。いや俺が閉めたわけじゃない、猫間だよ。閉めた。おでこピアス入れたね。ブロックです。痛くないです。
ローブだからね、長いよ。こんな感じですね、僕の服。秋冬はこれで攻めるんで。自分のスタイル、そりゃそうでしょ。生きたいように生きるよ。せっかく生まれてきたんだもん。自分を出さないと。やりたいことやろう、みんなで。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやろう。ロビンフットっぽかった。好きなことやろう。あ、テーステーステース、マイク遠いな、少しは。あ、テーステース、あ、テーステース、これくらいで聞こえるか。あ、何が楽しい？おー、みんなで遊んでる時と、やっぱり写真撮ってる時とかかな。みんなと遊んでる時と写真撮ってる時かな。俺は早く映画撮りたいね。花坂てんてんくん、ついたな。あれ、写真好き、ありがとう、ありがとうね。引っ越したよ、引っ越した。他の枠行ってください。
映像いいよ。これが俺の作品だね。映像作品はこれも撮り直したいな。こういう映像作品はこういうの撮ってますね。猫間の話は猫間の枠でやって、音楽はねフリー。こういうのやってますね。ありがとうございます。やっぱり好きだった。ありがとう。写真とかも販売してるからね。もし僕の作品買ってくれる人は連絡ください。ありがとう。おでこは埋め込んだね、ピアスを。穴開けて埋め込んだ。ありがとう。あれはね、スタンドインって言って、俺の部分が可愛い女の子がやるっていうのを、演者がいなかったから俺が代役でやったの。スタンドインって言うんだけど、そう、キャッチはないよ。埋め込んでる。取り外しは効かない。これは自然と外れるまで待つか一生ものになるか二択だね。でも結構ね、引っ掛けてね取れちゃうっていうケースもあるみたいだから大事にしないといけないね。大事にすれば何年も持つかもっていう、だいたい半年とかで取れちゃう人もいるって。皮膚って外に出そう出そうっていう動きがあるから。知らない、わかんない。注射でプツって刺すぐらいの痛さだったね。あとはメスで少し切ったんだけど、血は出たけどそんなに痛くなかったかな。似合う。だんだん完成してきたね、自分のスタイルが。顔は洗えるよ。ただ引っかからないように綺麗にこう優しく洗わないと。楽しいよ。みやちゃんいらっしゃい。声好き、ありがとう。嬉しいよ、ありがとう。応援してよかった。ありがとう、りのちゃん、ありがとう。
ペット来たね。うん、ようやく来た。買ったよ。ベッドない収納できないから勝たせないんだよね。あ、ベッド買った。丸メガネって合うのかな。丸メガネにしようかな。最近かけてないから。ああ、アーティストだからね。ありがとう、ペンゲンありがとう。男性配信者の中で一番好きなんだ。ありがとう、すげえ嬉しい。ああ、ありがとう。でもあれはもうどれくらい前、8ヶ月くらい前の作品だから今は全然違う作風だね。ありがとう。ペンギンありがとう。たくさんアイテムください。応援して。うん。ありがとうね。嬉しいよ。ありがとう。ちょっとね、まだ片付けが終わってないだけだから、もうちょい待って。痛くはないよ。大丈夫だよ。痛くない。全然大丈夫、平気だよ。ああ、これから応援してます、ありがとう、よろしくね。黒髪が良かった。アイテム投げてくれてる？ありがとう。ありがとう。あ、最近頑張ってる？ありがとう。用事あるのにまた来る？ありがとうね。アイテムナイス。ありがとう。みんなありがとうね。ありがとう。KP ありがとう。みんなありがとうね。いや、やりたい。自信とか一円ためにとも投げてないのは応援してないかな。自信っていうか別に普通にやりたいことやってるだけだね。
投げられる時に投げて。
何々したらアイテム投げてやるよってさ、今俺が提供してるコンテンツが気に入らないってことじゃん。それってもはやラジコンだから他見るべきじゃない。旅やってる人とか腐るほどいるから。でなんかなんで俺にそれをやらせるの。俺はやりたいことやるよ、配信者だもん。ねえ、それでいいじゃん別に、みんな応援してくれてんだから。なんであなたのラジコンにならないといけないんだよな。やだよ、自分で自分のやりたいコンテンツやるよ。だって旅したら投げるとか捨て頃買ったら投げるって言ったけど、捨て頃買っても投げてくんなかったもん。結局捨て頃買ったら10万投げるとか言ってた人どこ行ったの。結局嘘つきじゃん。でやる、何かやるのにもこっちがコストがかかるんだよ。何でもかんでもタダでできるわけじゃないのね。で他の人たちが旅とかやってんのお金儲けてるからだよって。なんか俺はね今儲かってないから何もできないから、それって違くない。できることを頑張ってやるよ俺は。それしかできないしね。それで不満言われてもちょっと困っちゃうよ。これピアス、ピアス、投げないんだったら見なくて結構です。他行ってください、ブロックです。いや別に投げる投げないはリスナーさんの自由だから。で投げたくないんだったら見なきゃいいじゃん、嫌いなら見なきゃいいじゃん。あの見たい人が見るべきであって、楽しんでる人が見るべきであって、俺のこと嫌いな人は見なくていいよ。みんなもそう思わない？普通に楽しんでる空気壊さないでよっていう。ピアス埋め込んだね。ピアス埋め込んだ。バーガー1個でも大事だよ。みんながバーガー投げてくれたら多分1万ぐらいかかんない。もう取り外せないっていうかね、自然と取れちゃったら終わりみたいな感じかな。自然と取れたら終わり。マイクロダーマ、そう、詳しい人いるね。マイクロダーマ埋め込んだね。マイクロダーマルかな。マイクロダーマじゃなくてマイクロダーマル。
取りたくなったらブチュブチュってもうメスでメスとかペンチとかでブチュブチュブチュって取る。2000円かかんのかな。超痛いだろうね。ありがとう。だんだんね、なりたい自分に慣れてきてるかな。こういうスタイルでやりたいなっていうのができてきてるね。そう、書いちゃったね。昨日やっぱ痒くて書いちゃったんだよね。で、あ、ピアスだと思って、危ない危ないと思って。結構書いちゃうのあるあるみたいよ。気をつけないとね。ゲイには目覚めないかな。なんかね、同性愛者からね、同性愛者なんでしょうって聞かれるんだけど、違うんだよね。針で刺した時に少し痛かったかな。そんなに思ってたより全然痛くなかった。今は全然痛くないね。違和感もない。むしろなんかついてるっていう感覚もないね。カクカクする PC 作業中だね。ちょっと重たいかな。何も言ってないけど、ネコマの話題、ネコマの枠でやって。もうこの枠出たくないんだって、いきなりそう言われたの。手伝う。とりあえずちょっとそこで掃除機取って。これ、いや、もう終わった。でこの骨じゃないね、皮膚だね、皮膚。皮膚に埋め込んだ感じだね。そう、脂肪層に食い込ませてるって感じ、鉄板を。どこやったっけ。あ、これだ。いい感じ？マジですか？ちょっと待ってください。おお、めちゃめちゃ綺麗台所。やば、これ配信映し？みんなやばいんだけど。配信台所が綺麗になった。壊れてたの治ったんだけど、やばくない？ピッカピカなんだけど台所。綺麗だ。台所が進化した。ちょっと見てくるわ向こう。やば。え、めっちゃいいじゃん。これで水漏れ問題クリアっすね。鍋とかも。そう。やば。収納できるわよ。しかも収納いいんじゃないですか。そう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 。あ、
だ。いや、いいじゃないですか。ちょ、台所片してくるわ。台所片し配信やるわ。マイクロダーマルだね。サードアイ海岸。猫間の方に映ってるわ。
おでこにね、ピアス開けた。
ねえ、ピンクのさ、カバーならあるけど、いらない？ピンク大丈夫です。いらないってこと？はい。あ、はい、やっぱり。
ピアさんありがとう。はい、わたつ。付け替えはね、可能なんだけど半年ぐらいかかるね。半年間はこの状態。付け替え可能だよ、一応。ただ取り外しみたいなのはできないかな。上の部分をコロコロコロって回すとね、変えられる。ダイエットコークだね。ダイエットコーク飲んでる。わたつ、こんばんは。ピアスがいいですよね。
タトゥーとピアスかっこいいだろうね。合うと思うよ。やっぱり作品のディスやめてもらってもいいですか。さぬき99号さん、監督自身がもう自身をアートにしようとしてるのかな。まあアーティストは自分自身が作品だからね、自分の分身を作って感じだからね。多分みんなそうだと思うよ、自己表現やってると。彼女と二人で配信してないんですか。なんかあんまり俺の配信好きじゃないんだって。さっき怒られた。嫌なんだって。ピンでやれって。生活を立て直すために異性と暮らすのってどう思う。今のままでは私が破綻するのは間違いない現状なんだけどさ。さぬき99号さん、でも自身で自身をプロデュースするのが一番難しくないですか。難しいね、セルフプロデュース一番難しいよね。さぬき155号さん、ボンが猫間の枠で居候のくせに配信かぶせてくんなって書いてた。性格悪い。やっぱりそうですよね、客観視しないと。だから本当に悩むでしょう。セルフプロデュースは難しいよね。あ、スプリットガンかっこいいよね。スプリットガン俺好きだけどね。女の子スプダンかっこいいよ。99号さん、でも監督って民族的なの好きですよね。そうだね、トライバルとかインディアンとかそのアイヌとかそういう系が好きだね、うん、縄文土器とかねそんな感じ。シルバーのパターンとかもそういう感じだもんね。145さん、怖い。 W 監督も食塩水皮膚に入れて膨らませたりすんの。 W
塩水入れて膨らます。え、何を言ってんの、よくわかんないな。一緒に暮らすことになったの。たぬき99号さん、さっきの衣装は近未来的で、それでいて監督自身は民族要素あったりで融合具合が面白いですよね。昔の画堂の部屋みたい。部屋は自分を映す鏡だから、これが和道って感じ。ああ、三つ目の蛇ね、突然変異でね、出てきたらしいね。怖いよね。これがワドって感じ。そうだね。
くかもしれないし、ね、あれワイヤーアップなの、うん、さぬき145さん、この音楽いいな、何時間でも聴いていられる。さぬき99号さん、監督がブラフマン好きだったことも納得の BGM。さぬき158号さんは、
ヌキ145さん猫間些細なことで切れすぎだろ W。 タヌキ151号さん悟り開いたのに物欲色欲あふれてる。物欲は大事だよ。159号さん古事記生活のこと。怪しい詐欺師みたいな顔だな。たぬき161号さん、おでこに何つけてるんですか？ピアスだね。おでこにはピアスつけてるね。カナフルさん、ありがとう。
162号さん、ベッドどこで買ったの？ベッドネットでね、買った。通販通販、楽天かな。うん、通販だよ。下だいぶ高いやつ選んでくれてね、コマが。結構いいね、結構いい感じ。選ぶのうまいよね、コマ。いい感じだよ。あー、これで2人寝れるよ、全く問題ない。いい感じです、いい感じ。いいね、あ、超いいね。クーさん、たぬき15号さん、お掃除もいいですけど年金と国も払ってください、お願いいたします。では両分枠行ってきます。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。いい感じですね。たぬき162号さん、高すぎず低すぎずで良いね。いいね、ちょうどいいね。いい感じです。もうちょい後ろに下げてもいいかな。たぬき164号さん、ベッド買ったんだ。ベッド買わないと収納ができなくてね、もう買っちゃおうっつって猫間が注文してくれた。猫間が選んでて、でも木のベッドで正解だったかもしれない、鉄のベッドじゃなくて。猫間がいろいろ調べてくれたんだよね。たぬき165号さん、ものがすっきりしたな。すっきりしてきたね、うん、いい感じになってきたね。あとまあ床のちょっと細かいものをかざしたらもう完璧、いい感じの部屋になるよ。たぬき164号さん、おでこに何つけてるの？これピアス、ピアスだね。デコピビンディってやつね、ピアスです。たぬき68号さん、そのベッドはいくらで買える？これいくらだったかな、1万2000円とかだったと思うよ。たぬき13号さん、こうやって知ってる？こうや知ってるよ、もちろん何回もコラボした。たぬき164号さん、一緒にご飯食べないの？お腹すいた、俺も食べたい、お腹すいた。いい感じだな。ビンディってインドの人がよくつけてるやつ？そうそうそう、インドの人がつけてるやつだね。感じだな。たぬき15号さん、そういえば椅子買ってもらったの？椅子買ってもらったのね、コマに。2500円とか買ったって、これ。ネコマがね、運んできてくれたんだよ。はい、あ、じゃあご飯食べるから向こう行きますね。皆さんありがとう、お疲れ。